はい、こんにちは。今回、クラウドのスケジュールの設定方法について見ていきます。まあ、基本的な設定はね、このセッティングから行うわけですけども、スケジュールをまずね、クリックしてみてください。でスケジュール、何をするかっていうと、時刻の設定をしたいんですよね。時刻の設定をしたい。スケジュールあの a r アコンテン c ってできますけれども、ここの時刻、最初は東京になっていないと思います。例えば、これで海外になってしまうとね、そのスケジュールっていうね、時間ですよね、スケジュールっていうね。 それがずれてしまいますので、まずこちらから東京を、ね、選択できるようにしてください。東京ですね。こちらを選びます。東京 GMT プラス9時。こちらを設定します。そうすると、スケジュールっていうことですから、まあ、時間の設定ができるわけですね。で、何ができるかっていうと、クラウドって SN、SNS の影響度を見るだけではなくて、予約投稿っていうのができるんですね。予約投稿。 それにあたり、このスケジュール、予約をするってことはね、スケジュールを抑えるってことですから、この時刻がね、東京にしていないと、それがずれてしまうわけですね。なので、まずこのスケジュールっていうところから、時刻、こちら東京にするってことを、まず設定を行ってみてください。